バイオリンフェーズは、スティーブ・ライヒが1967年10月に作曲したミニマル・ミュージックの楽曲。ライヒはこの曲において、それまで、イッツ・ゴナ・レイニア、カム・アウト・カム・アウト、リード・フェーズ、ピアノ・フェーズで用いてきた技法である、フェーズ・シフティングを採用している。フェーズ・シフティングにおいて、音楽自体を構成するのは、楽器ではなく、元となる音列の時間的な変化である。 このような音楽は一般的にプロセスミュージックと呼称される。この曲は大ヒがフェーズシフティングの技法を生身の奏者に応用した一連の作品の3作目にあたる。リードフェーズとこの曲では奏者が録音テープを伴って奏でる音楽のフェーズシフティングの可能性が模索されたがピアノフェーズはテープなしの奏者2人のみによる楽曲であった。イヒの作品のうち この曲のような生演奏による作品とテープ作品の最も顕著な相違はテープ作品が緩やかかつ一定の割合で生じる変化によってピュアフェイジングを生み出すのに対し人の演奏によるものは徐々に位相ズレが生じるセクションと一時的に一定のリズムとなるセクションが交互に現れて階段的になるところにある。大表はこの作品を エレキギターとテープのために編曲している。この曲において、二つのバイオリンの音が録音され、最初は同期して再生される。それらのテープの片方に空白を導入することで、二つの音はゆっくりとズレを生じていく。このフ一致チから生じる相互作用によって新たな音楽が形成され、それを第三のバイオリンが強調する。このプロセスが、その後、全曲を通して繰り返される。 ありがとうございます。